バンラーレ八戸 FC は、青森県八戸市、十和田市、五湖町、三湖町、海上町、田子町、南部町、奥入瀬町、新号村、三沢市、七湖町、六湖町、東北町、横浜町、野辺寺町、六ヶ所村をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブ。バンラーレは、イタリア語で、 南の里を意味するアウストラーレと起源を意味するデリバンテを組み合わせた造語であり、バンラーレ八戸には、チームの起源は、八戸と南郷という意味が込められている。エンブレムは、八戸と南郷の特産物であるイカとその足を、南郷のそばに見立てて、ボールをキャッチした姿をモチーフとしたもので、背景は、八戸の海、青、南郷の緑をあしらう。2014年1月に、 将来の J リーグ入りを念頭に、運営法人として株式会社バンラーレ八戸が設立された。株式会社設立後も、株組織は引き続き NPO 法人クローバーズネットが運営する。ホームタウンは2013年に J リーグ、準加盟クラブとして承認された際は、八戸市、当初ホームゲームを行っていたご誇町を呼び、ホームスタジアムを置く。 予定のあったと和田しの西一町だったが、2015年8月に三湖町、田子町、海上町、南部町、新郷村、小平瀬町が、2017年9月に、上北地域の三沢市及び、上北郡の五町一村がそれぞれ追加、下北地方を除く、南部地方全域の三市十一町に村に、拡大している。2006年4月、八戸工業サッカークラブと、 南郷 FC が統合、9、八戸工業 SC を、トップチーム、9、南郷 FC を、セカンドチームとして創設された。チーム名はそれぞれバンラーレ、八戸 FC とバンラーレ、S 八戸。トップチームは、八戸工業 SC が所属していた東北社会人、サッカーリーグ2部北リーグにセカンドチームは、南郷 FC が所属していた青森県社会人、 サッカーリーグ一部に参加した。2010年、元湘南監督の山田松氏が監督に就任、青森県サッカー選手権大会で初優勝し、天皇杯に初出場した。2011年、この年の東北リーグ二部は、東日本大震災のため出場自体チームが、相次ぎ、南北東方リーグとして行われて、全勝優勝したが、 同年は一部と二部の入れ替えを行わないことが同年4月に決定されており東北リーグ一部への昇格は見送られた2012年は東北二部北リーグで2位の成績一部昇格決定戦で東北二部南リーグ2位のコボールは女川を破って2013年の一部昇格が決定したクラブスローガン挑戦ザ・スピリット・オブ・チャレンジマイナス山田大成4年目 初の一部リーグ参戦となったこの年、グルージャ・モリオカとのアウェー戦で喫したい敗のみで、モリオカと勝ち点、勝利数で並び、リーグ最小の8失点ながらも、得失点差で、モリオカに次ぐ2位。第49回全国社会人、サッカー選手権大会は2回戦で、ボルカ・カゴシマに敗れた。天皇杯は2回戦で、横浜 FM に敗れた。 2014年からの J3 リーグ発足を念頭に、6月28日に J リーグ準加盟を申請し、9月17日に準加盟が承認された。しかし10月15日、J3 加盟審査のステップ2となる J3 スタジアム審査において、ホームスタジアムとして申請した、八戸東運動公園陸上競技場について、要件未充足との結論になったとして、 2014年の J3 参入はならなかった。同時に日本フットボールリーグへの入会申請を行い、12月4日に開催された JFL の理事会で2014年度からの入会が認められた。2014年クラブスローガン、挑戦、ネバーストプチャルランジェングマイナス、山田大成5年目、JFL 参戦初年度、1月に、 将来の J リーグ昇格を念頭に、株式会社バンラーレ八戸を設立。町田から DF クリケント、金沢から FW なるみ勝谷、東北リーグ FC ガンジュ岩手から MF、西村 K、関東リーグエリース FC 東京から FW、伊勢洋平を補強したほか、前年町田で特別指定選手としてプレーした DF、 須藤孝江区をはじめとして12名の新卒選手が加入。リーグ戦で、ファーストステージ9位、セカンドステージ7位の年間9位の成績。この年は、ドア出市高森山総合運動公園球技場を、ホームスタジアムとして、J3 クラブライセンスの申請を行ったが、シャワーの数不足、チーム行為室の狭さのほかドーピングコントロール室、 実況放送席等が首されていないとの理由で、ライセンス交付はならなかった。シーズン終了後に、山田が契約満了により退任した。2015年クラブスローガン、進化進化元沼津監督の持月和人が、監督に就任。DF クリケントが、ジャパンサッカーカレッジ、MF、鶴野大輝が、サウルコス福井に完全移籍した一方、戦力補強として、 森岡から DF、藤島コート FW、佐藤美ゆ大、JFL ソニー仙台 FC から MF リサワ、忍ぶ鹿児島から FW 中筋誠、こと、ンメール青森から GK、野口隆弘が、遺跡加入、DF、鳥山義幸、DF、佐々木渡 MF、松本明、FW、阿部亮が入団した。ファーストステージでは、序盤は、 第6節のソニー戦の一敗のみで注意をキープしていたが、前年2位のホンダ FC に勝利するなど徐々に順位を上げ、上位陣が星を落とすなどもあって、第11節終了時点で3位に浮上。第14節で、ホームでのミオビワコシ戦に勝利し、首位のソニーと2位の FC 大阪の直接対決が、引き分けに終わったこともあり、特殊点差で首位に浮上した。最終節で、 ファジアの岡山ネクストに勝利。2位ソニーも勝利したが、得失点差は変わらずで、ファーストステージ優勝が決定した。セカンドステージは、勝ち点は25点で6位。チャンピオンシップは、PK 戦でソニーに敗れた。J3 クラブライセンス申請は、ホームスタジアムとして申請した、多賀地区多目的運動場が2016年10月完成の、見通しで2016年9月まで。 J3 ライセンスを満たすスタジアムが確保できていないとして3度目の不幸福となった2016年クラブスローガンワンハートともに夢を叶えよう持月体制2年目 MF 松野大輝が栃木に前年度のチーム得点源であった中筋誠小林忠史人玉田豆腐金子健太の各 FW が移籍した一方で FW では 滋賀から村上誠也、愛知学院大学から水谷祐希、森岡から DF、岡田助政、FC 今治から、元日本代表の DF、市川大輔など15人が加入した。ファーストステージは、第7節ベルスパ大分戦まで、黒星なしで上位をキープしていたが、次節のホンダロック戦で敗れて、以後は星を落とし、ファースト最終順位は5位。 シーズン途中に水谷が東京武蔵野市ティ f c に移籍した一方、9月に J1 岩田から FW 岩本佐、オリビエを期限付き移籍で獲得した。セカンドステージは8位。年間順位は7位。シーズン終了後、持月が監督を退任、市川が現役を引退した。同年夏に、多賀地区多目的運動場が完成して10月2日に。 コケラ落としが行われた。また、大スタの完成を踏まえ、J3 クラブライセンスが初めて交付された。2017年クラブスローガン、超党、オーバーザトップ鳥取元監督の柱谷哲司が監督に就任。菅井拓也が沼津、菅井信也がソニー仙台 FC に移籍、期限付き加入中だった岩本が岩田に復帰した。一方で、 サウルコス福井から FW、谷を登るなり、京都から FW 峰和樹、相模原から MF 金流、広志、岐阜から DF や柿内春、鹿児島への期限付き遺跡を終えて、長野を退団した MF、金久保綾を獲得。新卒選手では、拓殖大学から DF、穂住亮、関東学院大学から FW、井上翔太郎らが加入した。 ファーストステージでは、開幕から第6節ホンダロック戦まで、連勝するなどで、前年同様の5位。夏の遺跡期間中に、栃木 SC から FW、竹中孝樹を期限付き遺跡で獲得。セカンドステージは、第14節時点で、年間順位5位であったが、第15節で栃木優に敗れて、年間5位に終わり、昇格はならなかった。シーズン終了後、 J3 昇格を逃したなどを理由として柱谷が監督を退任した。2018年クラブスローガン、全緑、グリーンパワー監督に前ラインメール、青森監督の葛野のまが就任。MF、福島翔太郎、FW、峰脇、GK キは田タダが現役引退、DF、増ス愛月、FW、橋本光明、ア DF や、柿け俊。ち春。 MF 金久保綾が JFL のクラブに MF 小玉昇 DEF 山崎高正 DEF 原高夫、GK 田中賢治 FW 竹中光輝が地域リーグのクラブにそれぞれ移籍 MF リサワしサム DEF 吉田和彦 MF 西村ケ MF 金流広志が対談した一方で FW 金広しぶを完全遺跡で MF、元田達也を期限付き遺跡で獲得。青森から3名の選手が加入するなど12人の選手が新加入した。ファーストステージは7勝4分4敗の勝ち点25で3位の成績。7月30日に行われたセカンドステージ第4節の青森戦終了後の記者会見中にクズノが体調不良を訴えて 緊急搬送、急性大動脈解離と診断され、緊急手術を受けた。一命は取り留めたものの、治療に専念するため当面の真現場を離れることになり、ヘッドコーチの東純淳一郎が9月まで暫定的に指揮を取った。11月11日のセカンドステージ第14節、三重戦に勝利して、J3 リーグ加盟条件の一つである JFL 年間4位以内を確定させ、 年間順位を3位で終えた。11月20日、J リーグ理事会で J3 リーグへの入会が承認された。クズノは J3 で指揮を務めるためのライセンスを保有していないため監督を退任し、強化部長としてチームに残ることとなった。2019年クラブスローガン、全緑号ストレートマイナス前藤井田ミベック、監督の大石ヤツトが監督に就任。 GK 原田大輝、DEF、佐々木渡が引退、DEF、京林、MF、吉川昭和大輝、中田大輝、FW、井上翔太郎が対談した一方、岩手から MF、河津良一、今治から MF、三田直樹、藤枝から MF、小牧重本、栃木 SC から FW 上京洋介が、いずれも完全移籍加入、仙台大学から GK。 金子勇気が加入。J リーグ初参戦となったこの年、序盤5試合を2勝2分け1敗でスタートしたが、第6節から4連敗を喫した。第16節から5試合負けなしを記録するが、14勝6分14敗の18、チーム中10位でシーズンを終えた。アウェーでは9勝3分5敗、勝ち点30を挙げ、アウェー戦の成績だけなら、 J3018 チーム中3くらい22得点に対しわずか13失点という見士を見せながら、ホームでは27得点を上げながらもそれを上回る29失点もしたことが影響し5勝3分9敗、勝ち点18しか上げられず、ホームゲームの成績としては最下位岩手に次ぐリーグ17位。シーズン終了後に大石が監督を退任した。2020年クラブスローガン。 全緑2020無限大佐川氏が FC、元監督の中口正氏が監督に就任。GK 山田健二、DF、金井龍太、FW、村上誠也が引退。DF、成田良介、MF、坂井大斗、北掛太、小牧重本、三田直樹、宮崎康史に、刺しみ友人、佐保昇兵衛が対談。ホンダロック SC から DF、伊勢渡る、 MF、安藤翼、奈良クラブから MF、村瀬優太、長野パルセイロから国領一平、三帯は越がから FW、黒石家を完全遺跡で獲得松本山宮美から、GK5 ドンミンを期限付き遺跡で獲得。近畿大学から MF、丸岡悟が入団。奈良クラブへ、レンタル遺跡していた、FW 金広しぶが復帰。8月に岩手、 グルージャ森岡から DF、深いオさムダイラを期限付き遺跡で獲得。10月に FW、谷岡ヤが、ガイナーレトットリエ遺跡。8勝9分17敗42得点56、失点の18チーム中15位でシーズンを終えた。17節藤枝戦から22節長野戦まで6、連敗。その間に10月10日。 中口正史監督の今季限りでの契約満了をリリース。ホームスタジアムはプライフーズスタジアムである。なお、過去のホームゲーム開催スタジアムはバンラーレ八戸の年度別成績一覧、年度別入場者数を参照のこと。バンラーレは今後のライセンス承認を得るための経営やスタジアムなど行政的な支援を受けることを念頭に八戸市氏に対して資本出資や プラスタとは別に、東運動公園陸上競技場の J3、基準化への改修をするように求めている。バンラーレ八ノヘ FC は、トップのほか、U-15、U-12、U-9、U-6 の各年代のチームがある。バンラーレ八ノヘの上部組織で、宮城県仙台市に本拠を置く NPO、法人クローバーズネット、八ノヘ事業部が運営している。 2015年シーズンに U-18 指導。2015年シーズンは、ファーストステージ優勝により成績面での J3 昇格案件を満たすことが確定したが、観客動員数における要件を満たすために、セカンドステージから、イクベ J3J J リング昇格プロジェクトとして、キャンペーンを立ち上げた。このキャンペーンでは、ホームゲームが行われる、八戸市と五町、 およびその周辺市町村の児童、生徒らに対して、夏休み期間中の無料招待券を贈呈すると、ともに、サポーターのリピーターを増やすことと、サポーターの拡大を念頭に置いて、緑の輪キャンペーンと題して、友達紹介をするとそのサポーターに対して記念品を贈呈するなどの試みを行っている。ファーストステージは6試合で平均約921人で、あったため、 この集客面での条件を満たすには、セカンドステージ9試合で1試合平均約2700人、9試合全体で合計24472人以上の集客が必要とされた。なお、この年は、スタジアム要件未充足を理由に、翌年の J3 ライセンスが交付されなかった。マスコットキャラクターは、2014年の JFL。 参入前に公募作品の中から選ばれたバンフ都市。八の沖のスルメイカの養成という設定で一般投票でバン八チ君と僅差になったことから二体による決戦投票を行って決定した。2015年度より着ぐるみがホーム戦会場にて登場している。ありがとうございます。